皆さんこんにちは国民民主党の深澤ケスです本日は先日行われましたアメリカ大統領選挙討論会この直後にですね、ニューヨークタイムズがバイデン氏の撤退を要求しましたこれをご覧になっていた方も多いと思いますこれについて少しお話をしていきたいと思います先月の6月27日 トランプ大統領と前大統領とバイデン現大統領のテレビ討論会が行われました。これは日本でも多くのメディアでこの様子というのは報道されていますが実はこれの翌日28日にですねリベラルな論調いわゆる民主党寄りだというふうに言われているニューヨーク・タイムズこれが社説を掲載をいたしまして「To serve his country, President Biden should leave the race」。 何かというと彼がもし国を思うのであればこの大統領選から撤退をすべきだという大変刺激的なこの論調で報道がなされました確かにですね今回の大統領選今回の特にテレビ討論会はですねバイデン氏の少し口,口元がですねあまりおぼつかない様子であったり少し回答に困ってしまう。 そういった様子が多く見受けられましたし様々な SNS やメディアなどでもそういった瞬間が多く切り抜かれて報道されています確かに私もこの討論会を見ていたんですがバイデン氏もちろん高齢になってきてです、ね、これまでのエネルギー81歳になられてましたので前回の大統領選に出られた時からの少しシャープな印象から少し まあ少し変わってきたのかなというのは率直に思います私も2019年に19年18年、19年にです、ね、直接バイデン氏にお会いをしてバイデンさんから直接こうお話をして目の前でしていただいたことがありますがやはりあの時もです、ね、あの時はあのバイデンさんが話し始めてすぐにあなんとこのスピーチ力が高いんだと。 いいいうふうふに私も驚いたのをよく覚えていますぜひこの YouTube 深作ヘッスーチャンネルにもです、ね、あのリンク貼っておきますがあのその時私がバイデンさんとお会いした時の動画も載せていますのでそちらもぜひご覧をいただければと思います。で今回さまざまなもちろんアメリカ国内における課題や国際情勢にどう向き合っていくのかこういったことが本来の選挙のイシューになるはずなんですが。 今回はですね本当に難しい選挙で高齢化をした、まあ、2人とも80代近い、まあ、バイトランプ氏も近いですし、まあ、高齢化した2人でいいのかという問題そしてさまざまなスキャンダルこれはバイデン氏側は息子が卒業されているそしてトランプ氏は今現,現在進行形で裁判を受けていると現役職大統領としては初めて そういった状況の中で大統領選を戦っている政策ではなくてですねどちらかというとこういったスキャンダル合戦のようになっているというのも今回の残念ながら大統領選の特徴としては現れてきてきいますでよくアメリカが二分化をしてきていてですね、まあ、トランプ寄りなのかそうでないのか赤なのか青なのか、まあ、共和党なのか民主党なのかみたいなこともどんどん分断がされていて。 えー、そういった中で今回がどういったレースになっていくのかこれはアメリカ国民だけではなく世界が注目をしていることでありますで今回の、えー、このニューヨーク・タイムズが撤退を要求したというのはですねこれまで民主党、今のバイデン氏の、えー、政党をを応援をしてきた、えーこのまあ、に近かったです、ね、ニューヨーク・タイムズが。 現職の大統領の撤退を要求するというこれ大変刺激的なあの内容になってましてそういった中でこれがどういうふうにこの論説が世論に影響していくのかということは一つ見どころだなというふうに考えています社説の中ではですねトランプ氏がやはりまあ危険性不安,定感が不安定であるということでこの国の将来をこういった不安定なリーダーに任せるのか はたまたバイデン氏のように、まあ、肉体的にも不安定になってきてこの不安定同士の戦いになっているということを危惧していてより強力なリーダーシップを発揮できる人をアメリカは求めているんだということを論説の中では書かれています。しかししかそれに対してですねバイデン氏は えー、もちろん自らが高齢化をしていることそして以前のように討論をしたりスピーチをすることが少し困難になっている部分もあるけれどもでも私は最も適した存在として今回の大統領選を戦うということを明言をされていますしもう一つ、えー、ジル・バイデン氏これドクタージル・バイデン、えー、ジル・バイデン博士奥様のジル・バイデン博士が、えー、もう大統領の前に立ってですねいかにこう ながふさわしいか、いかに今回の、えー、討論会でもトランプ氏よりも、えーまあ、トランプ氏に勝ったのかというようなことをやっていてです、ねまあ、なかなかこの奥様が前に出てそういったことをやっている中で、えー、これをどういうふうに党が判断をしていくのか、えー、というようなこと、さまざ、あ、まなことからです、ね、これがどう動いていくのかというのは、えー、一つ注目に値することかと思います。ただし、えーまあ 大統領選というのはまずは党の中で候補者となるプライマリーを行ってその候補者が選ばれた後に相手の政党の候補者とこう論戦を戦わせるというのがしきたりですでにバイデン氏はまあ公正なこうプロセスの中で選ばれた候補者でありますのでそれを覆すのかえーそしてそれの理由をどうするのか。 アメリカはやはりあの高齢化をしたから例えば年齢によって、えー、こう何かの役割をさせないさせるということはある意味でこの職業差別年齢差別にあたるという考え方もありますので年齢がいっているから年を取っているから撤退をしなければいけないというのはある意味で理由にもならない可能性も出てきます。ででですののの民主党内の中でもいいいろろ意見が分かれているのは 事実ですしそういった声が徐々に表に出てきているというのは、えー、まあ今回このニューヨークタイムズなどでも一つ見えてきたアメリカの実態だと思います他方で日本としてこれに対してどう向き合っていくのかということを考えるとあくまでもこれはアメリカの国民の皆さんが判断をして投票する選挙ですのでそこはやっぱりアメリカの民意の下でどういった まあリーダーダが生まれるのかこれについては日本として何かを言う立場を取るのではなく、まあ、どういったリーダーになったとしても誰が、まあ、どちらがまたは別の誰かが 大統領として就任をしても常にチャンネルがあることパイプがあること対話ができることそういった環境を用意をし続けるそのためにはですねやっぱり今どういった形で政局が動いているのかこういったことをまつぶさに、まあ、今アメリカの日本国大使館なんかはそういったことをやっていると思いますがさまざまなこのチャンネルを常に持ち続けることと情報を集めていくようなことこういったことを継続してやる中で、まあ、誰が リリーダーダととなってても我が国のこのののここアアアメリカとの関係を維持ししつつそ地地域域アジア太平洋地域における日本の役割をどうしていくのかどのリーダーでも同じような対応ができるような環境を作っていくというのが日本の役割であります。ですからある意味で今回の大統領選に関して私も含めてこれはどっちがいいんじゃないのこれはこうすべきじゃないのという立場ではなくまあ 今回は少し解説をさせていただきましたが、えー、まあどういったリーダーになっても私たちの国益を最大化をするそして何よりもさまざまな脅威に対してどのように日本とアメリカが共同でまたは他の枠組みを使って対処していくのかこういった積み重ねができる環境を整備をし続けるそしてそれに向けた国内における法整備こういったことも整えていくことが重要となってきます。今回アメリカの大統領選挙 6月27日に行われましたテレビ討論会を契機に、まあ、バイデン氏で戦えるのかこういった論調がアメリカで出てきているよということをご紹介をさせていただきましたまあ、11月の大統領選に向けて様々な動きが今後も出てくると思います私自身も自らの経験アメリカ議会で働いた経験なども含めて皆さんに解説をしていきたいと思いますぜひチャンネル登録いいねの評価もよろしくお願いします